両親の死んだ理由を知りたいか。知りたければ俺について来い。お前を忍びにしてやる。ならば今日からお前の忍び名はユミだ。あなたの名前は？俺の名は黒影。お前の祖父だ。命がけで修行をしなければ実戦で生き残ることはできん。おじい様、この力、見てください。これだけの力があれば、復讐だって簡単です。そう、私は何でもできる。疲れただろう。少し休め。お前は俺に似ている。力をつけて強くなれば全てが解決すると思っている。強ければ何でもできます。この世は強さだけでは解決しないことばかりだ。そうでしょうか。秘伝忍法、国標。これだけの力があっても、俺はお前に会うことができなかった。どういう意味ですか？お前の母は、俺のことを何も話さなかったはずだ。
は絶対に正しいわけではない。それがわからない者が力を持てば、俺のようになる。だから、俺が教えてやる。力の意味を。力の使い道、私に示していただけるでしょうか。アスカさん、あなたは悪人と仲良くしているそうですね。仲良くっていうか、ライバルだよ。ライバルですか。では、その悪人をあなたは殺せますか。殺す必要なんてないよ。お互いに分かり合えることだっていっぱいあるし。善人と悪人は相反する存在。分かり合う必要など皆無です。どうやら伝説の忍びは孫の教育を間違えたようですね。じっちゃんのことを悪く言わないで。じっちゃんは私に大切なことをいっぱい教えてくれたんだから。私のおじい様も大切なことを教えてくれました。悪を根絶し、善だけの正しい世界を作る。それがこの世界から涙をなくす唯一の方法だと。私は違いを受け止められない世界に笑顔は生まれないと思ってるよ。それはつまり悪を受け止めるということですか。くだらない。全くお話になりませんね。くだらなくないよ。だってあなたと議論する気はありません。どちらの主義主張が正しいのか、それは忍びらしく戦いで証明すればいいことです。うん、鎮魂の夢に沈みましょう。アスカ、舞い忍びます。
鎮魂の夢に舞い散させるか。ホラちゃん、何、悪人がなぜここに。情けないぞアスカ。ホムラちゃん、どうして。どうしたもこうしたもない。学園祭が開かれるという噂を聞いてきてみれば、私以外の人間に負けることは許さないと言ったはずだぞ。まだやられてないよ。これからはいいところだったんだから。ふん、威勢だけは失ってないようだな。随分と仲がよろしいのですね。仲がいい？勘違いするな。アスカは私のライバルだ。いつか私が倒すべき存在だ。倒すべき存在をなぜ助けたのですか。ここで死なれたら私が困るからな。私は私のために行動したまでだ。ものは言いようですね。善と悪が交わっているという事実に変わりはありません。お前はやけに悪を憎んでいるようだな。当然です。悪をこの世から駆逐する、それが私の使命なのです。好きにすればいい。しかし悪のない世界には善も存在しないぞ。どういう意味です。言葉の通りさ。悪の詭弁に傾ける耳はありません。アスカさん、今日は邪魔が入りました。決着は次回、学園祭の本番で。Thank you.
最高評価をいただき至極光栄に存じます。足りない、絶対正義の体現者になるには。新たな技をひらめきました。